はい、えー、基本一人です、えー、いつもありがとうございます、えー、三男のね病院の駐車場来てますね二、えー、週間ぶりです、えー、基本的にね、面会はできないということなんですけれどもねちょっと洗濯物とかね生活に必要なものをね、えー、補充とか交換するためになら、えー、行ってもいいということなんでね二週間ぶりに来ましたね 全然病院からはね当然ですけどね院内感染とかねれがありますからね歓迎されてませんけども知的障害もありますしねいろいろ様子をねこちらでねちょっとねチェックしたいっていうね気持ちもね本人が言えませんからねありますから面会に行ってきます。 相当厳しいですね、えー、院,内院内感染をね警戒してね、えー、遠くからね12分弟の顔をねちょっと、えー、見せてもらったっていう感じですね、えー、せっかく来たのにね消化不良っていう感じですねはい、えー、弟に会ってきましたというか、えー、5メートルぐらいね離れてですけどね会ってきましたね どん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 ね、厳しくなってきますね。えー、まずね、2週間前と違うところはね、えー、以前はね、口で言うだけでね、えー、通してもらったんですけどもね、今回ね、書類を書かされて、えー、入管許可証みたいなね、えー、そういうのをね、首にあのかけてい、えー、くという感じになりましたね。すごく厳しいです。で洗濯物もね、 えまあ一応手は最初はねえ6階まではね病棟までは上がれるけど本人には会えませんって言われたんですねえまあでもこういう知的障害があるんでちょっとね顔だけ見てみたいっていうことを言ったらですねじゃあということでえ廊下ですね通路要するにあの6人部屋のね一番うちの弟ね通路側にあのベッドがあるんですよ だから通路から見えるんでねそっからまあちょっと、えー、手を振ったら、えー、手を振り返してくれたっていう感じでねまあそれであと看護師の方とね、えー、1分ぐらい軽くおしゃべりしてねどうですかっていうことで、えー、割とね顔もね、えー、2週間前に比べてもそんなにひどくねやつれてはいないんでねなんとか、えー、元気にギリギリやってるような感じですねかなり退屈はしてると思います。 だからお菓子もあげられませんしね、えー、ベッドのそばにも行けませんでしたね。えー、5メートルぐらい、えー、離れてちょっと、えー、顔だけ見たっていう感じですかね。え当、ー、ほね厳しいですね。えー、そろそろね退院するっていう話もね、えー、出てきてるんでね、えー、ちょっと期待はしてるんですけれども、えー、どうなりますことやら。 ちょうどね入院して100日をちょっと超えたぐらいかな3ヶ月と10日ぐらい経ってますね本当早く退院してほしいと思いますということで現場から以上ですはい基本一人ですいつもありがとうございます今日はね5月3日ですかねゴールデンウィーク松田中ですね えー、夜のね、8時ぐらいですね。えー、ご飯食べてね、えー、これからまあちょっとね、お茶でも飲もうかなっていうことで。えー、実はね、今日こちらを買ってきましたね、えー。ブレンディースティック抹茶オーレというやつですね。えー、いつもはね、ブレンディースティック、えー、紅茶オーレっていうね、ミルクティーのやつを飲んでますけどね、今回初めてね、こちらを買いました。えー、値段はね、398円でね、 えー、確か紅茶オールの方はね、30本入りな,な,なんですけど、こちら21本入りで398円ということで。若干ね、ちょっと高級というかね、えー、高いですね、抹茶オールの方がね。えー、こちらをね、えー、ちょっと飲みながらね、えー、最近ちょっとね、コロナ疲れというか自粛,自粛疲れというかね、まあちょっとね、 えー、軽くですねほんのちょっとですけどね軽くねうつ気味なんでね「えー、最近どう?」っていう感じでね「皆さんどうですか?」という感じで、えー、ちょっとね、えー、自粛疲れというか、えー、コロナ疲れというかねその辺ちょっとねうつ気味だよっていう話をねちょっとしていこうかなと思ってます。えー、ちょっと開けてみますね なんかね、本当はあんまり食欲もね、最近ちょっとね、なくなってきててね。えー、なんか新しいね、あの、飲み物みたいの飲みたいなと思って今日買ってきましたね。こんな感じで。えー、緑色の抹茶色でね、抹茶オーレっていうのね。えー、ちょっとね、こちらにちょっと、えー、作ってきますね。こんな感じで。 お湯に入れてこういう、うん、ちょっとね黄緑色ですねこんな感じの、えー、黄緑色してますね、えー、ということでちょっとねお湯を持ってきますねはいこんな感じでね本当にあの抹茶っていう感じですねちょっと飲んでみますね初めて飲むからどんな感じだろう まあな予想通りの味かなまあ要するにあの牛乳にね砂糖を入れて抹茶の粉を入れたっていう感じですかねこれはこれでいいですねうん母親もね結構好きかもしれないですさっきねあの隣の部屋でねミルクティー飲んでましたからね えこちらもね割と気に入るんじゃないかなと思いますね。まあそれでねあのコロナウイのえ話なんですけれどもねえまあちょっとね僕の場合ねあんまりこう何て言うんだろう自粛疲れとかねえそういうのにはねあんまりならないんじゃないかなと思ってたんですね。今までね割とあの引きこもり生活みたいな感じでね特に去年なんかはね YouTube やって家事やってスーパー行ってえと弟の病院行ってみたいな感じでねほとんどねすごく地味な生活してたんでねえ今年入ってねそういうコロナだ自粛だって言ってもまあスーパーマーケットにはね買い物に行けるわけですからねまあ割と僕は大丈夫なんじゃないかなみたいなえ他のねかえってね仕事行ってた人が行けなくなっちゃったりだとかですね あとは、あの、子供が今まで学校行ったなんだけど、ずっと家にこもるようになって、なんかね、そういう、え、親御さんたちがね、ストレス溜めるんじゃないかなと思ってたんですけどね。うちはね、本当に母親と二人暮らしなんでね、え、結構大丈夫じゃないかなと思ってたんですね。今までそんな生活変わらないしっていうね、そういうのがあったんですけどね。 なんかね、えー、自粛でね、あんまり外出ないでくださいよっていうとね、なんかすごく、えー、やっぱ外に出たくなるもんですよね。で、人にもなるべく会わないようにっていうことなんだけど、そうやって制約をつけられるとなんか会いたくなって、なんかちょっとね、えー、不自由さを感じる、息苦しさを感じるみたいな感じでね。あとはね、えー、テレビでね、コロナのワイドショーでね、コロナの話題ばっかやってて、 母親はね、結構ね、平気な顔して結構毎日毎日見てるんですよね。で、僕はね、もうそういうの、ワイドショー嫌いなんでね、割とあの、最初の頃からね、コロナのニュースはね、えー、見ないように見ないようにしてたんだけど、母親はね、結構見てるから、あよく見てるなぁと思ってて、僕はまあね、見ない分ね、あんまり影響を受けないだろうなぁみたいな気持ちがあったんだけど、 なんか結構ね、えー、やられましたね。<laughs> それとあとね、YouTube のね、再生回数がね、えー、まあ2月3月はね、すごく伸びたんですけどね、えー、ここね、えー、どんな感じかって、こうギューンと伸びて、今こう2月3月といったんだけどね、やっぱりね、4月にガクーンと落ちたんですね、再生数がね。まあ今までちょっと、えー、バズってた分のね、 バズってたというか、うんまあ、バブルですねバブルがちょっと弾けたみたいな感じでね、えー、かなり再生数落ちたんですねで自分なりにね結構ね、えー、この動画はね結構面白く作れたなみたいなやつでもね、えー、4月の半ばぐらいに作った、えー、動画なんですけどねそういうのがね再生数がね思ったより伸びなくてそういうのもね気にしてないような感じなんだけどやっぱ結構気にしてるみたいなね、えー のがあって、えー、ここ一週間ぐらいでちょっとねガクッときましたねなんかね本当にあのやる気が出ないっていう感じで、えー、まあ本当にね掃除もね一週間ぐらい前からね母親には掃除機かけて掃除機あの家全体かけますよって言ったんだけどまだやれてないし、えー、夏エアコン使う使える使う前にねエアコンの掃除をね やろうかなと思ってるんですねでちょっとお茶を飲もう話してばっかりいてよくあのホームセンター行くとあのエアコンのスプレーありますよねあのエアコンのな中をね掃除するあれを買ってねエアコンを掃除しようと思ってるんだけどまだできないしあとねやっぱり夏に向けての準備ですよね 三つぐらいね、えっ、ー、と、網戸ですね。アルミサッシの網戸のね、網戸が破れてるもんだからね、三、えー、つぐらい交換したいなと思って、張り替えですね、網戸のね。それもね、全然できない感じでね、えー。動画もね、なんかね、なんかちょっと作る気が、意欲がね、結構落ちてるっていう感じでね。あ、これ完全にね、 自分はならないと思ってたコロナルスに結構ハマってるというね感じですね抹茶お美味しいやで結構ねコメントを見ててもねちょっとねうつうつとした気分ですっていうのはね結構あって んですねえー、自粛疲れだとかコロナ疲れというかまだね非常事態宣言が出てね浜松なんかはね2週間ぐらいしか経ってないと思うんだけどね、えー、それもね自粛みたいなのも延長1ヶ月するんじゃないかなんて言われてんだけどもう早くもなんかね、うん、食欲はないしやる気が出ないみたいな、ね、そんな感じですね。 まあ本格的に鬱になるとね、眠れなくなるらしいですけどね、僕はね、まだそういうふうにはなってないですね。まあ、そこまでいかないと思います。僕の場合はどっちかっていうとね、早めにわー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 、うつだ、鬱つだ、調子悪い、調子悪いってね、えー、叫んでね、えー、割とあの、乗り越えてきたタイプですね。本当に病的な鬱になる人っていうのはね、そういうのを感じねずに、いつの間にかこうね、ひどくなってるっていう。 えー、我慢強い方がそういう感じじゃない,ないかなと思いますけどね。僕割と我慢弱いんでね。ちょっと調子が悪いとね、調子悪い、調子悪いっていう感じですぐ気づくタイプなんですね、自分でね。だからね、こっからね、ちょっとね、えっ、ー、と、いろいろね、えー、考えてます。うつをね、う、え、つ、ー、にならないようにね、ちょっとね、いろいろね、えー、これからね、朝散歩したりとかね、えー、体操やったりとかね、ちょっとね、 体を動かかしたりとかねそういうことしていこうかなとかっていろいろ考えてますね。えー、ということで、えー、最近はね本当にねなん、えー、とか、えー、動画もまあこんな感じでね撮れてるんでね、えー、あんまり心配は、えー、しなくていいと思ってるんですけどね心配させるつもりで動画を撮ってるわけでもないんで。 まあでもね、なんかね、えー、ちょっと鬱だよって告白しちゃった方がね、気が楽になるんでね。えー、こんな感じの動画撮ってみました。えー、ということで、えー、ありがとうございました。はい、えー、基本一人です。いつもありがとうございます、えー。今日4月30日ですね。4月も最後の日です。えー、ゴールデンウィーク入りましたよね。 えだいぶ暖かくなったけどね、相変わらずね、なんか、<laughs> フリース着てますね。そろそろフリースもね、えー、終わりの季節ですね。えー、昨日はね、本当に一歩もね、外出なかったんでね、えー、今日スーパーに来てますけどね、なんかね、別にあの、今までと変わらない生活してるんですけどね、なんかスーパーに来ただけでもね、なんかちょっと気分転換になってるっていうのがね、ちょっとね、変な気分ですね。 野菜がね、だいぶ少なくなったんでね、えー、買いに来ましたっていう感じですね。えー、今日はね、えー、昼にね、ざ、え、る、ー、そば食べようっていうことになって、まあ乾麺茹でるだけですけどね、えー、ネギがないんでね、えー、買いに来ましたっていう感じですかね。あとバナナとか豆腐とか、えー、必要なものを買って帰りたいと思います。ということで、えー、買い物行ってきます。 はい、えー、買ってきましたねまずざるそば買うためのね買うためじゃない食べるためのネギですねサラダネギあとねえー、ちょっとずつ食べれるね粒あんあんパンとクリームパン、えー、2割引きですね 大体だから2割引きでら70円ぐらいでしょうかあとパンですねパンもなくなったんで買いましたこれが77円かなこれが97円のバナナですねあとスライスチーズえー、っとこれが220円ぐらいかな12枚で。 最近ねちょっとねトーストでジャムとかつけるだけじゃちょっと飽きてきたもんだから、えー、マヨネーズにね、えー、スライスチーズのせてハムはのせずにね、えー、ちょっとしょっぱい感じでサンドイッチっぽいもの食べてますね朝あと久しぶりに、えー、ココナッツサブレですね 発酵バターがね、あれば買うんだけどね、ないからしょうがないからトリプルナッツにしました。77円。あとね、豆腐ですね。これ冷ややっこにして食べてもね、最近美味しくなってきたんで。えっ、ー、と、3割引きでね、40円ぐらいかな。あと、野菜が高いんだけども、レタス買いましたね。157円で、えー、買いました。 ということで、以上でね、大体ね、ほぼ1000円ですね。税込990円だったかな。それぐらいだったような気がします。まあちょっとね、えー、こ,この辺を2つ買ったあたりにね、えー、ちょっとストレス。<laughs> 自粛生活のストレスみたいのがね、こ,これ2つ買っちゃったっていうところにね、ちょっと 感じますけどね、若干ね普段ならね多分どっちか1個で済ませるんだけどなんかね甘いものをねたくさん食べたいっていうねその辺の気持ちがねなんか出てますね。ここれ2つ買ったこと,に、ね、自己分析ということで、えー、現場からは以上です。